グスタフ・アドルフ・シェールグスタフ・アドルフ・シェールは、ナチス・ドイツの軍人、政治家、ザルツブルクの国家代理官、及び国家社会主義ドイツ労働者等のザルツブルク帝国、大韓区指導者。敗戦の直前、アドルフ・ヒトラーの遺書によって、科学、教育、国民文化大臣に任命された。最終階級は、新衛隊大将及び警察大将。 ドイツ帝国バーデン大公国のローゼンベルクで福音派の牧師ビルヘルムシェールの息子として生まれた。1928年から牧師になるためにハイデルベルク大学で法学、国民経済学、進学を収めた。1929年に国家社会主義ドイツ学生連盟に参加。1930年10月1日には突撃隊に入隊し、 1930年12月1日に、ナチ党に入党した。1930年より、中林源大学で医学を学び、1931年に n s d s t p の大学グループ指導者となった。1934年4月17日に NSDSTB の指導者に昇格し、博士論文を提出して、医学博士号を得た。 1934年に突撃隊将尉となり、新衛隊に移籍。1934年9月から新衛隊保安部、勤務。1935年から1939年まで、シュトットガルトに本部を置く、南西 SD 管区指導者を務めた。1935年4月20日に、新衛隊中尉、1936年4月20日には、新衛隊少佐へと昇進。 1936年11月5日に、ルドルフ・ヘスによって、全国学生指導者に任命された。1937年1月30日に、新英隊大佐に昇進。1937年から1939年まで、シュトゥットガルトの保安警察及び SD 監察官を務めた。1938年4月20日に、新英隊上級大佐に昇進。 1938年11月には選挙区20区選出の国会議員となった。1940年に副従軍士として兵役に着き、月8月にストラスブールの保安警察及び SD 司令官に任命された。1941年4月30日からアルペンラント親衛隊及び警察指導者及び親衛隊上級地区指導者に任命され、 11月24日まで、勤めた。1941年4月20日に、新衛隊少将及び、警察少将へ昇進し、11月18日から、ザルツブルク帝国大韓区指導者に、11月27日には、ザルツブルクの国家代理官に任命された。1942年6月21日に、新衛隊中将及び、警察中将に昇進し、 12月11日にザルツブルクの国家防衛委員に任命された。1944年6月29日にバルター・シュルツェの後任として全国大学教員指導者となった。8月1日に新衛隊大将及び警察大将に昇進。9月25日より国民突撃隊ザルツブルクを下区指導者に任命された。1945年 ヒトラーの遺書によって科学、教育、国民文化大臣と定められたが5月にアメリカ軍に逮捕され1948年に日立家裁判で強制労働収容所での懲役5年の判決を受けた1948年末に釈放されその後はハンブルクの病院で医者となった1951年から1953年に 渡って、ナウマンサークルに所属する他のナチス指導者と共に、秘密組織を構築した容疑で、幾度か逮捕されている。1954年2月8日より、ハンブルクで開業医となった。1979年3月23日に、ハンブルクで死去した。ありがとうございます。